エスタディオ・カンペオン・デル・シグロは、ウルグアイの首都モンテビデオにある、サッカー専用スタジアム。競合サッカークラブ CA ペニャロールの本拠地。カンペオン・デル・シグロとは、20世紀の王者の意味。モンテビデオのバニャードスでカラスコ地区に位置する。収容人数は4万人。全面座席付きで、内訳は、スタンド3万6千人、パルコ席4千人。スタンドは4つあり。 北側はフランク・ヘンダーソン、南側はホセ・ペドロ・ダミアーニ、西側はワシントン・カタルディ、東側はガストン・グエルフィと、いずれもクラブの歴史に功績を残した役員の名前が付けられている。スタンドの名称は8万5千人のソシオの合意に基づいて決定された。105メートル68メートルサイズのピッチ、70人収容の会議室、クラブ本部事務所、 ミュージアムなど、ペニャロールのホームスタジアムと呼ぶにふさわしい構造になっている。設計に際してはフィファからのアドバイスも得た。2016年に会場。3月28日には、前年のコパリベルタドーレスを制したアルゼンチンの CA リーベルプレートを招いて、親善試合が行われた。試合は、モトールグアイ代表。 ディエゴ・ホルランのスタジアム第1号となるゴールもあり、4から1でペニャロールが勝利した。親善試合にもかかわらず3万4000枚のチケットが売れた。初の公式戦は4月9日で、2015から16、シーズン後期第8節でダヌービオを迎え入れて2から1で勝利した。最初の公式戦ゴールは、前半20分にペニャロールのニコラス・アルバラシンが決めた。 スタジアムの名称を決めるのに際し、インターネットによる公募が行われた。グロリオソペニャロールやエスタディオ・カークなどの候補も上がったが、大多数のペニャロールサポーターは、カンペオンデル・シグロを支持した。カンペオンデル・シグロとは、20世紀の王者の意味で、国際サッカー歴史統計連盟によって、ペニャロールが20世紀に最も成功を収めた南米のクラブに選出されたことに由来する。 ありがとうございます。